今年は雨は落ちずメイン競争を迎えました帯広11レース第59回岩見沢記念 BG23 歳以上オープン別邸の一戦外詰め今年は7頭によって争われますさあ係員が離れてゲートが来ました 最初の障害に7頭が向かいます。ほとんど一覧です。各馬第一障害、登って、下っていきます。前場一障害よりて、5番青のブラックが前へと行きますが、一旦止まっています。また、歩を進めて先行しますが、もう一度止まります。そのうち、 4番の目白剛力そして6番のインビクタ早くも各馬何度も刻んでいます内は2番、ミノル・シャープ昨年2着でしたそして3番、コマサンエース内に1番のコマサンブラック外に7番の京栄竜1段 一二障害の中間です。さあ、一段から四番の目白剛力が抜けます。そのすぐ後ろに五番の青のブラック止まります。その後ろに六番インビクタ。うちに三番コマサンエースが続きます。何度も刻みながら、七頭歩を進めます。五十九回目の岩見沢記念。さあ。 4番のメジロ剛力。今、先頭で2勝外の手前です。前半98秒で来ています。5番青のブラックが2番手。そして3番コマさんエース。2。障害の手前に集まって5番青のブラック挑戦始まります。そして4番目白剛力さあ止まらず来た。5番青のブラック。 先頭で第2障害を降りていきますそして4番の目白郷力が2番手で第2障害を降りますすぐさま3番コマサンエース2障害を下りましたその後6番インビクタ4番手で2障害を降りました前残り 30m 切りました後ろを大きく離した 絶賢番号5番の青のブラックリードは6馬身、7馬身1人旅2番手4番、目白剛力その後ろ、駒さんエースそして6番、インビクタ残り僅か5番、青のブラック青のブラック圧勝ですそして4番の目白剛力がいきます。4番 メゴー合力が2着さあ3番手コマさんエースに6番のインビクタがさあ際どく並んだここは際どくなりましたその後2番ミノル・シャープそして1番コマさんブラックゴールに入りました離れて 残り三十メートル。七番の京栄龍がゴールに向かいます。今、残り二十を切って止まりました。七番京栄龍。さあ、また歩いて。残り十を切ります。六歳。京栄龍。今入選です。